を結ぶ。明日はダンジョンに行きます。嫌です。ダンジョンなんて爆裂魔法が使えないし、私の存在価値が皆無ではないですか。それにダンジョンなんて、せめてダクネスが帰ってくるまで待てないの？いいか、俺たちの借金は今や国家予算並みだ。このままじゃ飢えて死ぬんだよ。牛乳パックを畳む仕事の単価上げてもらったのに、野菜の叩き売りも休まず言ってるのに。そんな内職やバイトで小銭を稼いでも追いつかないって言ってんだよ。二人ともこれを見てくれ。新規のクエストだ。初心者用のキールダンジョン？これ散々探索されたところじゃないですか。私から説明します。実はですね、最近になって偶然新しい通路が発見されまして、これから大々的に調査クエストの案内を出すところだったのですが。俺から頼んで特別に斡旋してもらったんだ。なるほど、未調査エリアならまだお宝が残っている可能性があるというわけね。キールダンジョンは昔国最高と言われたアークウィザードが作ったダンジョンだと言われています。そいつこんなところに立てこもって一体何をしていたのかしら。さあな。でも死んでからずっと矢探しされまくるんだから浮かばれないよな。爆裂魔法を使えないメグミンは地上で待機だ。行くぞアクア。盗賊スキルの敵感知と潜伏、これを使えば敵を避けてダンジョンを調査できる。さらに千里眼、これで真っ暗闇でも空間の把握が可能だ。いろんな職業のスキルを同時に取得できる冒険者の数少ない特権だな。ねえねえ、本当にちゃんと見えてるの？見えてるよ。お前こそ見えてんのか？この私が誰だか忘れてない？アークプリーストとは仮の姿。私の本当の職業は借金の神様だろ。違うわよ。私は仮にも女神様よ。地上に降りて力が弱まってるけど、神様らしい力の一つや二つ残ってるんだから。全てを見通すことはできなくても、こんな闇を見通すぐらいはちょろいわよ。足取りからすると確かに見えてはいるようだが、正直どんなポカやらされるのか今から心配だ。ダンジョンにはね、アンデッドがいるものなのよ。そして彼らは聖者の生命力を目印にやってくる。つまりアンデッドモンスターに潜伏スキルは通用しないわ。ならこの私がついてってあげるしかないじゃないの。おったからおったからランランラン。このスバギルドでもらった地図によれば、ここの壁の出っ張りを押し込めば。そら、どうだ。新しい通路が現れたわ。ここから先が未知の領域ね。お宝ザックザクじゃない？そうあってもらわないと困る。よし、じゃあ行く。ひぃ！モンスターの声か？あら、ビビってるの？私の曇りなき眼にカズマがおどおどしながら降りていく姿がバッチリ見えてるんですけど。こっちだって、お前が物音するたびにいちいちびくついてる情けない姿がちゃんと見えてるよ。私はこの中でも走って逃げられるから、モンスター接近を感知したら言ってね。あと暗闇に紛れてお尻触ったりしないでね。俺が今何考えてるか教えてやろうか。ダンジョンの奥深くにどうやったらお前を置いて帰れるかなって真剣に考えてる。やだ、もうカズマったら冗談ばっかり。クスクスバカだな、アクア。そこそこ長い付き合いなんだし、俺が今結構本気で言ってるってことがわかるだろう。ねえねえねえ、ヒキニートのくせに。ん？ちょっとカズマ、あれを見て。宝よ宝、宝箱よ。やったわね。ちょっと待て、こ
んないかにもな宝箱、罠かもしれないだろう。ここは敵感知のスキルで。やっぱり反応があるぞ。よし。気持ち悪い。なんだこれ。そういえばギルドでダンジョンもどきに気をつけろって聞いたことがあったわね。場合によっては人間のふりをしてモンスターも捕食したりするそうよ。ダンジョンの中でも生存競争が成り立ってるのか。立ち悪いな。真っ向からやり合う理由などない。うまくかわしながら慎重に進むぞ。この暗く冷たいダンジョンでさまよい続ける魂たちよ、安らかに眠りなさい。ターンアンデッド。今日のアクアは一味違う。アンデッドを浄化するこの姿、どこに出しても恥ずかしくない立派な女神の姿だ。はぁ、これで一段落かしらね。いや助かったよ。こんなアンデッドモンスターの巣窟、俺一人で来てたら危ないところだったわ。あら、ようやく私の凄さが分かってきた。もっと敬ってもいいのよ。そこにプリーストがいるのか。誰だ。私はキール。このダンジョンを作り、貴族の霊場をさらった悪い魔法使いさ。そのお嬢様はご機嫌取りのために王に嫁がされた娘でな。だが王には可愛がられず、城内でも虐げられていた。私の願いはただ一つだけだった。愛するお嬢様がもう虐げられず幸せになること。だから私はお嬢様をさらったのだよ。大魔術師の地位を捨て、王国軍とドンパチしながら愛の逃避行が始まったのさ。つまり、あんたは悪い魔法使いじゃなくて、いい魔法使いだったってことか？だったってことだな。で、さらったお嬢様にプロポーズして、二つ返事でオッケーをもらって、幸せな日々を過ごしたわけだ。ちなみに、そこでドクロになってるのが私の妻。さらったお嬢様だよ。どうだ、鎖骨のラインが美しいだろう。お嬢様は安らかに成仏してるわね。そう。だから、私を浄化してはくれないか。君はそれができるほどの力を持ったプリーストだろう。キールはお嬢様を守る際に重傷を負ったが、彼女を守り抜くために人であることをやめリッチーになったらしい。守り抜くために。このリッチーかっこいいじゃないか。さあ準備 OK よ。いやー助かるよ。アンデッドが自殺するなんてシュールなことはできないのでね。じっと朽ち果てるのを待っていたら、とてつもない神聖な力を感じたので、思わず私も長い眠りから覚めたってものさ。さあ、私を妻の元へ送ってくれ。神の断りを捨て、自らリッチーとなったアークウィザードよ。水の女神アクアの名において、あなたの罪を許します。感謝します。そうだ、妻の亡骸のそばにわずかだが宝がある。浄化のお礼に受け取ってほしい。わかった。あっちでお嬢様に会えるといいな。
セイクリッド、ターンアンデッド。妻よ。今行く。帰るか。でもその前に、アクア、キールはとてつもない神聖な力を感じて目覚めたって言ってたけど、このダンジョンでやたらとアンデッドに出会うのって、別にお前と一緒にいるからじゃないよな。そんなことないと思うわ。お前とクエストに行くと必ずアンデッドはお前にたかるし、女神はアンデッドを引き寄せる性質なのか。そんなわけないわよ。だから私だけ置いていこうとかそんなことは考えないで。って言ったそばからモンスターの大群が押し寄せてきてんじゃねえか。アンデッドに好かれてんじゃねえ。だってだって、私が神々しくて生命力に溢れてるのは生まれつきなんだからしょうがないじゃないの。それでも何、私にカズマの引き人とレベルにまでこの神聖なオーラを下げろっていうの。こいつてか今は逃げるぞ。待ってよカズマ。どうして私はシュワシュワ飲んだらダメなんですか。飲ませてください。一杯だけでいいですから。子供にはまだ早い。それにお宝は借金返済に充てるから、あんまり贅沢はダメだぞ。もうバイトとかやってらんないわよ。やっぱりクエストだわよっ。課長風月クエスト達成おめでとうございますお姉さん、今回はお姉さんのおかげで助かりました。僕からのおごりです。どうぞ飲んでください。え、おごり。おいみんな、今日はカズマがおごってくれるってよ。え、カズマのおごり。さすがはカズマ、いざって時気前がいいぜ。カズマ、カズマ、カズマ、カズマ。よーし、お前ら飲め飲め。借金は減らないし、容疑も晴れないけど、なんかいいな、冒険者してるって感じだ。今日は朝まで飲むわよ。あカズマさん、背中さすって。何やってんだ俺。このままじゃダメだ。このスバ冒険。